強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、山口組系の暴力団組員、木村こと李正則容疑者ら4人です。調べによりますと、4人は今年5月、台東区上野のクラブに押し入り、タイ国籍の女性経営者や客をバットで殴ったり、包丁や木刀で脅したりして、女性経営者に重傷を負わせました。その上で、この女性と店にいた客10人から現金合わせて290万円と、ロレックスの腕時計などを奪った疑いが持たれています。